山の港号は愛知県新城市と名古屋市名東区長久手市を結ぶ高速バスである。路線名は新城名古屋藤川丘線。座席指定制のため乗車には事前の予約が必要である。新城市が2016年2月に開通した新東名高速道路を活用した社会実証実験として豊か鉄バスに運行を委託する形で路線を設置した。 同社から購入したバスの車両代及び運行委託費は国の地方創生加速加工付近で全額賄われる。道路線設置以前、新城市から名古屋市東部へは飯田線東海道本線、または名鉄名古屋本線名古屋市営地下鉄東山線で乗り継ぎを考慮しない場合でも約2時間かかっていたが、路線設置により約1時間20分ほどに短縮することができ、 運賃も約3分の2となる。新城市では、市内から名古屋市東部、長久手市、日新市にかけての給料地帯に所在する大学、短期大学、専門学校へ通学する学生が利用することを想定している。山の港の名は、江戸時代に新城で活躍した商屋が、町のにぎわいを山、港場老と表したことに由来する。新城市民病院西 亀姫通信城市役所川寺からも来る新城南藤川丘駅長久手古泉城駅2016年7月の運行開始時から使用されていた車両2017年3月より運行中の新車両運行開始時の車両はかつてほの国号で使用されていたエアロバスでアテラの七滝、長篠合戦登り祭り、四谷の千枚伝のラッピングを施している。 2017年3月10日より、新車両の運行が開始された。新車両は赤をベースに、小田信長、徳川家康、武田勝より、鳥居すねえもんが描かれている。この新車両の行き先表示器は、フルカラー LED を採用している。ありがとうございます。